武蔵野鉄道で期間重継電気機関車。武蔵野鉄道で期間重継電気機関車。武蔵野鉄道で期間中型電気機関車は、西武鉄道の前身事業者である武蔵野鉄道が、保有する路線の電化完成に際して1923年、大正1年に申請した武蔵野鉄道発の電気機関車である。形式称号の出来化とは電気機関車を表す。 武蔵野鉄道における電気機関車専用の車両記号である。武蔵野鉄道、武蔵野鉄道本線、現、西武池袋線は、機関線 67mm、狂気の非電化路線として、1915年、大正4年4月に池袋反応管が開通し、旅客、貨物輸送とも、蒸気機関車牽引によって運行された。その後、 沿線人口の増加に伴う利用客増に対応し、全線の電化工事を実施して電車による運行に切り替えることによって、所要時分を大幅な短縮並びに運行の高頻度化を図ることとし、1922年、大正11年10月に、池袋所沢間の河川電圧1200、ボルト規格による電化が完成した。 電化管制と同時に、旅客輸送については電波100系電車の導入によって、電車運転に切り替えられたが、貨物輸送については依然として、蒸気機関車によって運行されていたことから、これらの代替及び動力近代化を図る目的で、電気機関車の導入が行われることとなり、1923年、大正12年11月に歴化10系11から13、 の3両の電気機関車がアメリカウェスティングハウエレクトリック車において申請、輸入された。デッキ重系、以下本形式は車体の前後に前方へ張り出した機械室を排したいわゆる突系の33トン旧車体を備え同軸を4軸備える D 型電気でウェスティングハウスエレクトリック車がメーカー標準型電気機関車として設計。 製造し日本国内にも数多くが輸入された突景電気核形式と共通する特徴を備える。中でも本形式は通標閉塞方式を採用する武蔵野本線における運用時のタブレット修士の便宜を図るためウェスティングハウスエレクトリック社における原設計に沿って運転台を進行向き右側に設置したことが特色であった。本形式の導入によって 貨物列車についても動力近代化が図られ、戦後の武蔵野鉄道と旧西部鉄道の合併に伴う現西部鉄道成立後に実施された幾度かの改版を経て、最終的に本形式は E11 型と改称1973年昭和48年まで在籍した。全長 8795mm の大枠上に 運転室及び運転室前後に張り出した主要機器を収納する機械室、ボンネットを設けた突計の全構成構え体を備える。乗務員扉は前後つまめんの運転台の逆側、すなわち向かって右側、進行方向左側に設け、その分機械室が向かって左側へ寄せて配置されており、これらはいずれも WH 車線突計電機の設計にのっとったものである。 また、前後の機械室前端部には、空転対策として用いられる砂を収納する砂箱が設置され、機械室前端の向かって、右側に、各一箇所、砂補充口の蓋が設けられた。前後つま面には、屋根部を延長する形で設けられたひさしと2枚の、前面窓及び乗務員扉を備え、中央部の前面窓は、縦方向に二分割された構造となっている。 全小灯は、取り付け式の白熱灯型のものを前後、機械室上部に、各一灯ずつ設置し、後部標識灯は、大枠橋両部上部の向かって、左側に前後各一灯ずつ設置した。主要機器はいずれも、ウェスティングハウスエレクトリック社製のもので締められ、反応、西部新宿側のボンネット、第一機械室に、電動空気圧縮機種電動機冷却用、送風機を、 池袋、本川越側のボンネット、第2機械室に、電動空気圧縮機元空気ためをそれぞれ搭載し、主制御機、抵抗機その他の主要機器については、車体中央の運転室内に搭載した。抵抗機は、自然冷却式で、むき出しのまま搭載され、運転室前後に設置された、運転台との間に仕切りはなく、また冷却用通風口などは設置されておらず、 排熱がそのまま運転室内に放出される計であったことから、下記の運用に際しては、機関紙に苦労を強いる設計であったことが伺い知れる。電空単位スイッチ式手動加速仕様で、速度制御は、手電動機を4機直列で接続する、直列ノッチ2機直列2群で接続する、並列ノッチの磁気並列2段組み合わせて抗制御、および弱め開示接触機により弱め開示制御。を。 行う。弱め開示制御は、直列最終段、並列最終段のどちらでも作用する設計となっており、細かな速度制御を可能とした。端子電圧 600V 時1時間低角出力 74.5kW の直流直巻電動機を1両あたり4機、全軸に搭載する。駆動方式は一段歯車減速釣り分け式、歯車比は4.06である。なお、 蒸気定格値は、河川電圧 1200V 当時のものであり、戦後に実施された、河川電圧 1500V 小圧工事完成に、伴って、端子電圧 750V 時の定格出力は 93.25kW に向上し、定格牽引力は 4535kgf、定格速度は時速 29.8km となった。 防空組み立て型の釣り合い両式に軸ボギー台車を装着する。脱線時の台車逸脱防止を目的として、台車と台枠を結ぶ鎖が設置されていることが特徴であり、固定軸間距離は 2134mm、車輪径は 914mm である。L-14A 自動空気ブレーキを採用、各運転台には編成全体に作用させる自動ブレーキ弁。 自弁と機関車のみに作用させる単独ブレーキ弁、単弁の二組の制動弁を備え、その縦用制動を併設する。終電装置は、菱形パンタグラフを一両あたり一基搭載する。連結器は、前後とも並形自動連結器を採用した。なお、本形式は、電動発電機を搭載せず、制御装置。 格闘具の動作などに必要な低圧電源については、低圧電源用抵抗器によって高圧した河川電圧を使用する。戦前から戦中にかけて、貨物列車牽員運用に専入した本形式は、1945年、昭和20年9月の武蔵野鉄道と旧西部鉄道の合併に伴う、 原西部鉄道成立に際して、出来の車両記号を廃して1 0系1 1から13と解消された。さらに、後年1 1系1 1から13への解消が実施され、池袋線、旧武蔵野鉄道本線において、主に軽量貨物列車牽引に充当されたが、E61 系、E71 型など、日本国有鉄道、国鉄より払い下げられた。 機幹車各形式の導入に伴って、牽引力の劣る本形式は余剰となり、13が1961年、昭和36年8月3日付で廃車となって、広島南鉄道へ譲渡された。残る11.12の2両については、同年12月に西武鉄道が保有する電気機関車全形式を対象として、形式称号の頭に、 E を関するよう一斉改版が実施されたことに、伴って e 十一系、e 十一 e 十二と解消改版された。その間、車体塗装は、原型の茶色から青灰色を経て、最終的に、ローズレッドに変更された。後に2両とも、玉川線へ配属され、砂利輸送列車牽引に充当されたが、九百六十七年、昭和四十二年九月に玉川線における、 貨物輸送が全廃となったことから再び、池袋線へ転属し、小手差し建区、現、小手差し車両基地における、港内入れ会期に転用された。その後、越後交通長岡線の河川電圧1500、ボルト昇圧工事に際して、同社に在籍する電気機関車の昇圧改造が、完了するでの車両不足を補充するため、E11 が E21 系電気機関車、 E21、E22、e、と共に、同社へ貸し出され、そのまま1969年、昭和44年8月に正式上とされた。唯一残存した E12 についても長期関係者となった後1973年、昭和48年9月に除籍され、本形式は形式消滅した。除籍後の E12 は解体処分を免れ、1975年、 昭和50年より、法や車両管理所、現、法や電流線において、生体保存された。その際、車体塗装は落成当初の茶色一色塗りとなり、車番表記及び車掌も武蔵野鉄道当時の表記が復元されたほか、長期間急車状態にあったことで、痛みの進行した全面乗務員扉の補修に際して、扉窓が H ゴム固定指示に改められた。 2012年、平成24年には、西武鉄道が、全身事業者である、武蔵野鉄道から通算して、創業100周年を迎えるにあたって企画されたイベントの一環として、露天保存であったことから、痛みの進行した E12 の内外装について、徹底的な修復工事が実施され、同年5月13日に開催された、修復完成記念イベント、 西武鉄道100年アニバーサリーイベントインホーヤ E11 型、電気機関車修復完成記念披露会マイナスにおいて、一般公開された。前日の通り、西武鉄道において、生体保存された E12、旧デキカ12を除く2両が他社へ譲渡され、広南鉄道へ譲渡された13は2012年、平成24年5月現在も車席を有する。 13が1961年、昭和36年10月に譲渡され、同社 ED33 が大 ED333 として導入された。同期は、広南鉄道に在籍する電気機関車各、形式中、定格出力、牽引力とも最も強力であったことから、広市南線における貨物列車牽引の主力機として運用された。1984年、 昭和59年7月1日付で広南線の貨物輸送が全廃となった後は、港内入れ替え用途の他当機の線路除雪列車運行に際してスてる車、機100系の動力車として用いられる。E11 が太陽の後1969年、昭和44年8月29日付で、正式譲渡され、同車 ED26 系、ED26 にと解消、改版された。 太陽当時より主に長岡線において貨物列車牽員に用いられたが、上途後は比較的短期間の運用に止まり、間もなく旧車となった後に廃車、解体処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。